はい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。本日はですね、フクロウさんたちとお家を飛び出しまして、こちらの鳥のいるカフェさんに遊びに来ました。僕の腕にはですね、このメンフクロウのメンちゃんが止まっていますが、ベンちゃんはというとですね、もう店内に入って待っています。なので、ね、早速ね、店内に入っていきたいと思います。総勢134匹いるみたいなんでね、楽しみですね。はい、じゃあ早速中に入っていきたいと思います。もしもし、え、来ました。今いらっしゃいませって言ってくれたりして、にこちゃんこんにちは。こんにちは、にこちゃん。すごい、ちゃんと会話になるのがすごいですよね。聞きました今、カメラのシャッター音すごい。こんにちは、もしもし。いやすごいな。入り口にはアフリカヒナフクロウさんがお出迎えしてくれてます。はい、でベンちゃんはと言いますとですね、こちら中にもういるんですね。ベンちゃん、このベンちゃんの後ろ姿、ベンちゃん、ちょっとベンちゃんは緊張気味だったので、ね、店内でね待っててもらいました。はい、というわけで店内についてね、お席に座ったわけなんですけれども、僕の後ろもフクロウさんがいてですね、こんな感じです。で、席の反対側にもね、フクロウさんがいるんですよ。この子はアフリカオオコノハズクですね。で、ここはですね、フクロウさんが自由に飛び回ってる場所でですね、ちょっと来てください。ちょっと待って、ちょっとこっちでお願いします。すごい。はい、この子はメガネフクロウさんですね。かわいい。ふわふわ。はい、この子はカラフトフクロウですね。さっきからこう首がね、キョロ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 動いてて、フクロウさんはですね、眼球がこう固定されてしまってるため、人間と違ってこうやって左右に眼球を動かさないんですよ。だからこう首をね、ぐるぐる動かして辺りを見るという。はい、ハリーポッターでおなじみの白フクロウさん、こんにちは。なんかベンちゃんっぽいのがいるな。似てるけれども、でちょっと違うね。やっぱり個性がやっぱあるよね、フクロウさんはそれぞれに。ブラルアウっていう種類。おめちゃめちゃ人に慣れてますね。はい、この子はアフリカワシミミズクの女の子ですね。結構腕にね、ずっしりきてます。めっちゃ見つめ合ってる。わー、ちょっと腕から肩に移動してもらいました。肩だとね、そんなにね、重みが分かんないですね。相棒って感じじゃない。相棒？ユニークしろ。特に兄弟のこと言ってるかと思ったら。はい、じゃあ次はですね、もう一つお部屋があるので、そちらに遊びに行ってきたいと思います。はい、もう一つの部屋に着きました。メンちゃんがいます。メンちゃんっていうかメンフクロウ。またやっぱりうちのとは顔が違いますね。個性がありますね、人間と一緒で。この子たちはキンメフクロウという小型のフクロウさん。穴掘りフクロウ、片足でリラックスしてますね。
まあ、こういう風にね、この部屋はですね、さっきの部屋とは違って、小型のね、フクロウさんがいる部屋になってますね。ちなみにね、チョウゲンボウさんもいて、同じ猛禽類ですね。結構ね、人に懐きやすいのでね、初めての方でも飼いやすいって言われてます。はい、で今日はですね、ベンちゃんとメンちゃんのね、メンテナンスもしてもらおうかなと思ってまして、ちょうどくちばしと爪も伸びてきてるので、カットしてもらおうかなと思います。白原インコのマリモくんに来てもらいました。こんにちは。綺麗な色ですよね。これすごくないですか、このスリスリしてるの。そう、これね、すごい甘えてる証拠なんですよ。え、そうなんですか。そう、マリモくんね、これする人としない人がいる。さすがです。あ、やったすごくない、この感じ。はい、おいしいね。ラスト1、ラストですよ。もうなくなっちゃったよ。もうないよ。なくなってしまったんですよ。あらら、もうこれないの。マリモちゃん、マリモくん。はい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 。はい。どうぞ。どこ行くんですか？戻りますか？はい、というわけでベンちゃんとメンちゃんのメンテナンスが終わりました。ベンちゃん何見てんの？ベンちゃんの目線の先。ベンちゃん来てるよ。ベンちゃん。はい、というわけでね、ここまでいろいろ紹介してきたわけなんですけれども、で僕が今来てるのは鳥の夜カフェの谷中店というところ でもう一つ千駄木店がございます。店内結構広々としていて、気に入った子がいたらテーブルまでね連れてきてもらえて、触れ合うこともできます。カフェなのでね、ドリンクとかも頼めますね。そしてフクロウさんのいろいろなグッズですね。ジェスやリーシュ、そしてホコなどいろんな種類がありますので、ぜひ皆さんお店に遊びに来てください。はい、というわけで今回も見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。